はい、どうも、ライスゲームズのライスです。ではね、続きやっていきますか。なんか、右マップ、ちっちゃいマップ、なんか、ちょっとおかしいな。すごい、ぼやけてるな。はぁ、何が必要？知らん。わからん。よし。またいつでも来い。多分、剣とか強くなれるんじゃないかな。斬撃装備。いや、味方しかし強かったな。味方に全部任せれば、マジ強え。おただの強化版がある。え、じゃあこれ作った方がいいじゃん。ただの強化版、金ある、イエス、開発完了。はい、うわこれ、あ、短くなったり耐久度が下がったりするのちょっとあれだな。まあこの辺は適当にやって、改造は、うわすげえ強くなる。何が足りんの？俺なんかいろいろ足んない、わかんねえ。これは？ああ、一応あるんだ。え、こんなん絶対上の方がいいじゃん。まあわからんけど、とりあえずやっていこう。はい。うわ、両方あれやな、まあ、いいか。これは何？補強。なんかソシャゲみたいな感じ。ああ、なるほどね。まあ補強はいいだろ。換金、うわ、やり込み要素も超あるんだな。でめちゃくちゃ強くなったら、あのボスとかも一発で倒せるみたいな感じなんだろうな。おお、お前か、みんなきっと大丈夫だ。めでたすぎるぜ。ああ、あんまりあれやったな。まあ、別にお前は好きじゃないからいいんだけど。さあ行くぞ。最善を尽くそう。あー、グリさんいいね、かわいいさん。はい、行きましょう。行くよ。ま、敵ボコボコにしちゃおうかな。まあ、ちょっとまだ慣れてないけどな。 R がターゲットだっけ、で X が攻撃だよな。で攻撃するときにアンカーを出してそのまま突撃できるっていうね。なんかね、実況しながらだとね、ちょっと考えながらゲームをなんか操作しながら考えながらやるのがね難しすぎて、もう全然実況できない。もう操作に必死。いや、難しいんだよな最近のゲームって。これどうだっけみたいな、複雑すぎるんだよな。まあとりあえず移動は四角と×を押せば移動できるから超簡単。移動は超簡単。あ、どうした？あ、そっかそっか。あれ誰だっけ、あれ主人公の名前誰だっけ、主人公の名前誰だっけ、エレン。エレンかな。大丈夫、顔色が悪いよ。それは悪いだろう。エレンたちと同じ班だったよな。あいつらどこ行ったんだ。ミカサ、ミカサ来るんか。まさか見りゃわかるだろう、全滅したんだよこいつ以外は。うるせえな。アルミは何も言ってねえだろ。こんな巨人から丸見えの場所でおしゃべりしてる場合じゃねえ。私らも食われちまう。やめて、二人とも。とにかく目立たない場所に移ろう。アルミ、動ける。あ、みんな来たな。お前ら、休んでる暇はねえぞ。巨人どもにだいぶ押されちまってる。マルコはどうしたんだ。市民の避難はまだ進んでねえ。今公営に抜けられたら大変なことになるぞ。うん、でも気になることでもあるのかい。うわ、平然と顔したの。でもさ、巨人化した後のさ、残りの顔がないんだけど、それはなんでなんだろうな。エレンが見当たらなくて、まあ、食われたからな。私たちも見てない。とにかく今時間がねえ。生き残りの兵をかき集めて少しでも巨人を食い止めるぞ。うわ、アルベルト平然と顔してし、すんごやばい。あなたは先に行ってて、私たちも後で合流するから。ちょっと俺が捜索したあの主人顔がマジブサイクなんだけど。どこに行くん、どこに行くんですかい。前衛は壊滅状態だったよ。赤いとこ行くんかな。住民の避難はまだ終わらねえのか。あ、でも敵いるじゃん。
そうみたいだね。俺たちで中衛を援護して巨人を食い止めるしかねえだろ。スよいしょー、あ、うまい。巨人が近づいてる。いいね、これ気持ちよくこれね倒せたらめっちゃいいんだよな。よしよし、大型巨人討伐、まあ、とりあえず倒せばいいだろう。さすがだね、ライナー。よいしょ。あ、ここはもう大丈夫、他の仲間の援護をお願い。お前らいけ。アニス・ライナー・ベルトルト君。ああ、分かった。戦闘開始。ここで倒す。強敵を。埋まってんじゃん。オッケー。ほとんどやられちまったの。そしたらビックリマークのとこ行けばいいかな。そうみたいだ。うわ、赤いところも多いな。アンカーが開けないだと。あー、これ水に落ちろうとしたらこうなっちゃうんだ。うわ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 、他のみんなはどうなったか。走るしかないんだ。この水のところ結構厄介だな。ベルトルト、危ない危ない、また落ちる。落ちた時めんどくせえな、水マジめんどくせえ。これなんか上に上昇できるのかな。もうちょっと高くジャンプできるのかな、こいつ。お、なんかちっちゃいチビがいる。チビは俺がトーン。え、いいね、600。うわ、楽しい。多いね、キリがないよ。なんとかするしかねえだろう。あそことりあえず行くか。あ、でも敵倒しながら開始。ここで倒す。よし、ここまで全員行け。よし、援護に来ました。ありがたい、頼む。死ぬ子もがっつり行こうぜ。やっほー、やるじゃないか。うわ、なんかダメージ食らってる。やってみせる、戦闘開始。これなんかターゲット選べんのかな。よし、他の奴らを援護してやってくれ。これもうちょっとうまくやりたいんだけどな。なんか操作逆になるんだよな。やってみせる。これ以上巨人を侵入させちゃまずい。誰か援護を頼む。アニさん、お願いね。どこに行けばいいの。なんか結構あれだな、三国無双とかに似とんかな。ありがとう、オンに切るよ。無双ゲームとかに似とんな。まだ向こうにもいるか。あの、援護に来ました。悪いね、助かる。しっまれけ。やってみせる。もう味方に任せりゃいいんだよ。味方に任せよ。もう俺切らんでいいわ。切らずに味方に任せよ。あと敵でどうにあ、まだまだ。あ、おったね。よしよし、おったね。世話になった、シンベ。やってみせる。はいはい、ライナー行け。よし行け。もう俺何もせんでいいじゃん。住民の避難はどうなってるんだ。公営の様子を見てきてくれないか。あと向こう奥ね。頼むぞ。なんかちっちゃそうな巨人っぽいな。やっふー。おっ、さっきこいつ倒したいな。よいしょー、うまーい。じゃあ行きますか。あそこはエレンがいるんかな、向こうは。あそこか、ミカサがブチ切れるところか。ふぅー、ふぅー、超漏れ。うわ、気持ちいい。あー、来たね、ここね。でも俺が助けるんじゃない今度は。
ズン、ここで何をしてるの？ヒミンの、なんか民間人が逃げれなくて仲間が死んでるっていうところ、うわ気持ち悪い。クソ、なぜ俺たちを無視する。飛行士だ、考えても無駄だ。早い、精鋭の私たちが追いつけないなんて。でもこのままじゃ。来たかっこいい惚れる、かっこよすぎだろ。精鋭で追いつけないけど私なら追いつく。おー、いいね。あ、カバ、さすがだな。俺がやりたかったな。ソイン、あの気候士から住民を守れ。気候士どこ？ SOS。とりあえずあいつ倒すか。お前は中英部隊の新兵か。住民の防衛を手伝ってくれ。あ、もう近くにいるんだな。戦闘開始。やってみせる。よし、誰か。一人しかいねえじゃん。俺が蹴るしかねえんか。よいしょー。どこどこどこ？部隊が敵を取りこぼしたのか。早くここを片付けてエレンのところへ。敵捕捉。やってみせる。よいしょー。うわ、クリティカルヒット汚染やったな。よいしょー。次に行きましょう。戦闘開始。よし、いいぞ。そう、俺が倒さなきゃいけんのめんどくせえな。ちょ、先向こう行かなきゃいけんか。カメラワークが。やってみせる。ここで倒す。よいしょ。ありがとう。よいしょ。この調子ね。あ、慣れてきたな、だいぶ。もたもたしているの？てか俺以外倒してないじゃん。まだ住民の避難完了には時間がかかるか。戦闘開始。よいしょ。よいしょ。オッケー。あとは、うわ、まだ向こうにいっぱいいるじゃん。うわ、3人も固まってる、やば。やってみせる。うわ、気候しすぎるやろ。やべ、ミスった。住民の避難はまだ終わらないのか。やってみせる。よいしょ。よいしょ。この調子ね。ここで倒す。イアン班長、戦闘開始。よいしょー。オッケー。一列に並んで逃げようよ。いいね、楽しい。実況とかしてる場合じゃないんで、楽しすぎるんで。あのお寿司見れんやったか。何をしてるの？住民の避難は完了したな。俺たちも撤退だ。ガスがね。壁を登るぞ。全員の撤退を支援してきます。よし、オッケー。じゃあこれでミカサは多分エレンのとこ行くんかな。おい、赤マン、そこの新兵、あいつを追ってくれ。絶対行くと思った。私にはこの世界に帰る場所があるエレン。あの、これちょっと上に行けれんのがちょっとあれやな。私は何でもできる。私は強い、アーダコーダ。ミカサ早えやん、俺よりも早えやん。やるやん、もうついてるし。
さあ来たぞ。うわみんなボロボロ。補充員がな、補充してないよね確かね。命令が出たってのに。これね。ガス切れで壁を登れねえ。だったら石川しか、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。うわ群がってるな。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。お前が取れ、じゃん。アルミン。エレンは？エレンはどこ？大丈夫なの？エレンはどこ？うわ言えないよな。うわ言えないよな。じゃない出るやん。34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。うわ超いいシーン。あマルコ生きとうやん。エレンは僕の身代わりに。アルミ今は感傷的になっている場合じゃない。超目の瞳がない。超怖え。じゃアニメシーンめっちゃ瞳ないからな、もう。真っ黒やから、真っ黒クロスケやからな。私は強い。すごく強い。ので、私なら一人でも、あそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか。臆病で腰抜けだ。ここで指を加えたりしてればいい。加えてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。お前ら全員役に立ってないけどな。俺が強すぎてすぐ追われちゃう。もう来たらすぐ終わっちゃうけど、もうちょっと倒してくれんかな。行くぞアルミン、援護してくれ。したらもう命令して、よしこいつ倒せ、よしこいつ倒せっつってすぐ終わるから。であそこ行くんかな。本部が壊滅する前になんとか突入しねえと。やってやる。よいしょー、たまるか。よいしょー、うまい。効かないんだよ。人数を揃えて先に周りの巨人を倒すのはどうでしょう。そうだな。とりあえずがっつり逃げ遅れたやつを探して協力を頼んでくる。よいしょー。超動く。オッケー。なんとかして本部の周りの巨人を減らさないと。なんか味方増やせねえのかな。なんか喋って味方増やすみたいなのあるよな、ね、あの縁談助けが必要だな。縁談サーシャが必要。サーシャはいらんだろ。巨人を討伐しねえと。仕方ねえな。あの縁談助けが必要だな。遠いな。ふう。なんか味方欲しい。はい助けに来たぞい。よいしょー。やった味方欲しい。どう誰かおらんかな。おチーム、あ加わるんだこれで。突入する作戦を行っています。力を貸してください。わかった。とりあえずこれを使って。よいしょー、うまい。次に行きましょう。ガス
お、ミカサもいるやん。使えば本部の周りの巨人を倒せるかもしれません。やっ、ここで死ぬのか。やっ、ここで倒す。よいしょー、やったみたいだな。うまい。僕も戦うぞ。お、マルコ。お、ミカサ S。 お、まだまだいる。700コニー。本部突入の作戦を行っている。協力してほしい。全然見えない。わかった、手を貸そう。これはお前が使ってくれ。戦闘開始。ありがとう。よいしょどこ切ったの。巨人を倒せるかも。なかなかやるな。もう俺一人でいいんじゃない。やってみせる。よいしょー、うまい。次に行きましょう。わ、もう仲間捕まんでいいわこれ。俺が強すぎる。超気持ちいい。ここで倒す。標的捕捉。セクショ、もうおしまいだ。見せる。よいしょー。どこでけえやつ。俺たちは本部に突入するつもりだ。お前も手伝ってくれ。了解だ。なら、これはお前に渡しておくぜ。よいしょー。ジャン君、サシャさん、お願いね。よし、オッケー。ありがとうよ。一発で倒せんやつは味方使ったら早いな。本部に群がってる連中を倒せるんじゃねえか。うわー、ちょっとあれやな、ちょっとないからあれするか。足りるかな。もう0-0なんだよな、ガスとグレード。やってみせる。よいしょー。次に行きましょう。あ、やばいか。どこだい。本部が崩れかかった。ジャンの顔。ジャン、まさかお前に葉っぱをかけられるとはな。うるせえ。なんとしても本部に突入するぞ。ジャン、勇気があるね。生きるか死ぬかの瀬戸際なんだぞ。やるしかねえだろ。ここで倒す。ハリガン、カスチャン君。みんな行け、みんな行け、みんな行け。されました。この程度。やっ、やっ、はっ。よし、コニー行け。お願いね。コニー倒すの早っ。これなら本部に突入できるんじゃねえか。大型機飛行士。ここアイテム俺たちを狙ってやがる。まあいいか。ここで討伐するぞ。うわ、でけえ。多分味方でも使う。うわ、やばい。体当たりされてるだけでこれか。場所が悪いな。ここで倒す。うわ、マジかよ。今の引っかかるのおかしいだろ。あ、やばい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 。終わった。早かったな。やっぱ味方使うと早いな。今だ、全員本部に突っ込め。本部どこだよ。手遅れに。エレンどこにいるんだろう。マルコ、マルコ、マルコ。本部に突っ込むなら今しかねえ。あれ、お前おったっけ。何も言わない。うん、あれ、エレンのさ、アーダーコーダーを使って
本部に行くっていう話じゃなかったっけ。やっぱちょっと変わるんだな。この世界は残酷だ。お、来た、このシーン。もうガス切れになったんだよな。ガスもブレードもない状態か。そしてとても美しい。うわ、来たいい人生だった。来た、戦え戦え。ごめんなさい、エレン。私は諦めない。諦めたらダメだよ。まだエレンとくっちゃらハビハビハイチューやってないのに。やるよ、これ。まあやらずに終わるけど。あったかいだろ。おい、イケメン。ほら、早く帰ろうぜ。俺たちの家に。ああ、いいね。イケメンだ。あったかい、あったかいよ。死んでしまったらもうあなたを思い出すことさえできない。あ、いけ、エレン、どんどんいけ、どんどん食え。エヴァみたいに食っちゃえ、初号機みたいに。うわー、討伐 A かよ今の。マジかよ。でも任務は S で、時間は S で、総合 A。 S のが2つ多いんだから S でいいでしょう。でもおもれ、やっぱこれもうちょっと上手くなったらもっとおもろいやろうな。でなぜか石をゲットすると。これなんで石ゲットできるんだろう。持ってたんかな、うなじにあったんかな、石が。これ取っとくかっつってカバンの中に入れてから。アナザーモードとかでもそういうやり込み要素死ぬほどいっぱいあるんだろうな。だってこれ5000円ぐらいしたもんな。5、6000円ぐらいしたから。まあそうよね、今のゲームって1本ソフト買ったらもう100時間200時間余裕でできるもんな。お、来た。あ、それ本部について補充さないけんところね。まあ、これは、あ、でもなんか攻撃欲しいか。高い攻撃のやつ欲しいな。なんか作れんかな。強えやつ。強えやつありませんか。あ、今装備したの結構強いな。もう新規開発する必要ないな。これ何が足りないんだ ?2級。鋼材、2級鋼材。何が必要なの？これ買えるんか ?2 級鋼材みたいな。あー、買えそうにないな。あ、てか持ってるのは持ってるんだ。だないんだ。またいつでも。金はあるけど、アイテムがないんだ。もうこれもいっちゃっていいやろ。はい、こんにちは。はい、アルベルト。アルベルト？どう思う？諦めるのはまだ早い。ポジティブにな。負けるもんか。お前がね、超超巨大巨人になったらもう余裕だけどな。なぎ払ってもう全部爆発してからドーンって。もうここででかくなったら全員ぶち殺しちゃったのに、なんでやらなかったの。びっくりするよね、あの寝とう時に超巨大にドカーンってなったらもう人類壊滅や。鎧の巨人が朝早くにドカーンとかだったらもうおしまいやな。てめえら補給班が任務を放棄したせいで余計に人が死んでんだぞ。めっちゃキレてるやん。どうしようもなかったんだよ、妖精さん。伏せろ。エレンか、巨人か。
わ、巨人で、うわ、気持ち悪い。うわ、こいつら多分もう目つぶして、でも目つぶしても回復するから。お、来たー、来た。何してんだこの野郎、パンチ、この野郎パンチ、ニニャーどこ。いいね、これエレン操作できるの。ありゃ、なんだ、ミカサ、無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。筋肉ムキムキ、鍛えてるからな、鍛え方が違うんで。これリヴァイがさ、行こう、リヴァイがこれ巨人やったらやばいことになってったんじゃない。一回そういう世界線を見たかったな、リヴァイの巨人化。めっちゃぶち蹴るよやん。あの巨人は僕らに興味を示さない。よいしょー、目に入った巨人を殺してるんだ。今のうちに本部周辺の巨人を駆逐して、敵上への撤退ルートを確保しよう。よし、強敵捕捉。この巨人に手を出したらダメだ。そいつの興味が僕らに向いたら困るだろう。生存は絶望的だと思っていたのに、光明が見えてきた。どんな困難な時でも諦めなければ道は開けるんだ。なんかエレンが俺の巨人狙ってくるんだけど、なんで攻撃してくれる。倒してしまえば僕らが窮地に立たされるぞ。みんなが本部に集まれたのはジャンのおかげだ。もうちょっと離れよう。やっぱり指揮役に向いてるんだな。よいしょー、エレンのそばから離れたらいいな。めちゃくちゃ離れよう。本部周辺の安全は確保できたかな。すげえな、あの巨人まるで怒ってるみてえだ。みんな、今がチャンスだ。呼吸が終わった人から壁上に撤退しよう。ミニーとサシャ、どこだよ。取った、行こうか、近い。ここで倒す。誰か巨人を追い払ってくれないか。本部の近くに攻撃用の拠点を作りたいんだ。分かった、向こうか、やってみるよ。あ、これ赤と緑どっちの先行ったらいいんかな。まあ緑の近いけど緑先行くか。しかし遠いな。ありがとう、無事に拠点ができたよ。ああ、これでみんなの撤退も楽になるだろう。あの巨人は一体何なんでしょうか。何言って、よいしょー、少しだろ。ああいうやつもいるんだな。守りを固めるため、まあ、拠点を作りたいの。誰か手を貸してくれる。まあ、とりあえず赤いとこ行くか。僕らで援護しよう。ここに来たけど、なんすね。拠点の準備ができたわ。これで撤退が楽になるはずよ。よかった、みんなにも知らせておくよ。あ、護衛するんか。俺が来たらダメなの。どこだよ、護衛のやつ。終わった、あそこか。何やってんだよお前ら。天才の俺としたことが。おい、誰か助けてくれ。もう天才なのに。ちょーっ、よし、お前ら行け。分かった、戦闘開始、任せたわ。よし、ここで倒す。よいしょ、
よいしょ、そこに行け。せっかく補給が済んだんだ。俺だって巨人の1匹や2匹。お前そんな倒してないの。うわ、敵いっぱい出てきた。待って、先にちょっと回復しよう。あ、俺のとこ来た。ちょっと待って、回復させて。最後は十分です。簡単にやられませんよ。オッケー。うわ、ちょっと3人もおるとあれやな、狙いづらいな。戦闘開始。なんだなんだ、少々処理落ちする。な、なにこれ、なにこれ。いけ、お前らいけ、全員いけ、全員でいけ。なかなかやるな。ま、俺には及ばねえけどよ。開始。よいしょ。この調子で、ね、ここで倒す。やってみせる。戦闘開始。コニーが食われる。ドーン。次に行きましょう。拠点を築きましょう。拠点の構築を。拠点を築いて。オッケー、もうここに行ったんじゃない？ここまで来れば大丈夫だろう。壁に到着しました。もう安心ですよね。サーシャとコニーのいらんと思うけどね。まあ、暇敵倒すか。敵像に誘導してくれ。君は本部の様子を確認してきてくれないか。よいしょ。お前だけ。オッケー。目的地。あ、ここね。いや、やっぱ普通の道があったらすげえあれなんだよな、移動しやすいんだけどな、壁にぶつかっちゃうんだよな。やっふー。よし、来たぞー。はい、来た、エレン。あ、もう疲れた後疲れた後やってる。エレン邪魔やったな。倒れた。で、これみんな行こうとするんだけど、ミカサだけは、さすがに力尽きたみてえだな。ちょっとおかしいぞ。ちょっとおかしいぞ。あれは？うわぁ、あれも顔のあれがない。顔のあれがない。顔のあれなかったっけ。疲れたー疲れたーつって出てきた。疲労はすごいだろうな。今日はいろんなことあったなーつってから。もう超嬉しそう、この声。やったー、最高だぜ。生きてる。超、ここ超いいシーン。どうして、どうしてこいつは信じないんだって普通はなるもんな。一体何か
これをエレンがやったってことか。おい見ろ、これじゃ壁まで戻れねえぞ。道を開くしかねえ。アルミ、エレンとミカサを頼む。そう。めちゃくちゃおるやん。気持ち悪い。なんこいつら。ちょっと待って。ちょっと待てい。ちょっと待てい。いいね。戦闘が多くていいね。さあ行くぞ。エレンはすぐには動かせそうにね。あ、これ味方。俺たちで巨人をなんとかするぞ。なんか味方にならない、お前ら。お連れて行くできるやん。もう誰でもいいけど、お前。ライナ。行くぞ。俺も行くぞ。しばらく意識は戻る。これなんか味方これ外せんのかな。外せんか。僕たちエレンを守らなきゃ。タンク。何がどうなってる。さあね。その質問には誰も答えられないと思うよ。シュイーン。ここで倒す。よし、お前行け。まずいな。うわ、もう味方だけでいいじゃん。やってみせる。開始。こう上にして一回ターゲット外して、よし、お前行け。任せライナー君。オッケー。じゃあ。緑行く前に近くのやつ倒すか。まりけ、よし。味方が倒してくれるんで、と思ったら、こいつ巨人、あれじゃん、巨大のやつやん。巨大なやつ、HP めちゃくちゃ多いんだよな。よいしょ、まだ死な。回復する、やばい。よし。OK。大型機構士強すぎだろ。やっぱり。ちょっと大型やべえ。緑紫。何やってくれ。自分でなんとかしろよ。アルベルトいるじゃん。まだ行け。オッケー。あいつこのままじゃ食われちまうぞ。あー、機甲手多いな、でかいやつ。ほんと散々な目にあった。もう私撤退するわ。ありがとね。おいおい、自分だけ逃げる気か。お前も兵士なら耐えるの確保に協力しろよ。緑のところにターゲットが。しかし驚いたぜ、エレンがあの巨人だったと。ライナー、エレンは目を覚まさねえのか。エレン、よし行け、お前ら全員。よいしょー。あー、回復した。ここで倒す。緑のところにね、ターゲット行かねえんだよな、これ。ここで倒す。戦闘開始。強敵捕捉。ここで倒す。まあ、トライスキルか。上に行ってターゲットを一回あれしてトーン。よっ、お前ら全員行け。あとちょっとやったん。戦闘開始。強敵捕捉。ここで倒す。やってみせる。よし、終わったか。ここで倒す。あとちょっと。戦闘開始。よいしょー。よしー。あ、終わった？今ならエレンを壁まで運べそうだ。しかし、
大型ちょっとこ緑のターゲット取れないのがちょっとあれやな、めんどくせえな。うー BAS、 ちょ大型ばっかり狙ってたからな、スピードは速かったけど。お、アナザーモードでコニー、コニー、よーし、あー、もれずっとやっちゃうな。みんな無事でよかった。エレンやミカサは、まさか、あ、もうこっからが来るんだろ。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない、もっとも隠し通せるような話じゃねえ。あー、3人でなんかごちゃごちゃやるところか。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。えでーのところやな。あ、ここのあれはないんだ。もうダメだ、巨人に食われるまで戦わされ続けるくらいならいっそ今。やめろダズ、しっかりしろよ。お前だけじゃない、みんな恐怖と戦っているんだ。マルコ生きてんじゃん。もう死んどけよ。サシャを見ろ、急に巨人と戦ってもなお気高き兵士のままだ。あの、お腹痛いんで負傷者にしてもらっていいですか。お、ダメだ諦めてる。お前からも二人に何か言ってやってくれ。あ、自分も逃げ出したい。腹痛の薬買ってこようか。大丈夫か。いいです、勘弁してください。とにかく早まっちゃう。なんだ今の音。あー、エレンがねドカーンなったところね。ちゃんとこのシーンあるんや。うーわー、撃つ気満々。悪く思うな。来るか。この瞬間に噛んじゃう遅そうだけどね。砲撃より早く動いてるけど、砲撃がトーン、砲撃見えてる。どっから撃たれてるか。超優秀。やったか出た、回復魔法。やったか、回復魔法なんで。こういう守るだけの巨人化って自由にできるの結構強いよな。もうゲーセンでも取り放題じゃん。うわ、あの商品欲しいなーって、巨人ガーンってなったらもうドカーンってできるじゃん。なんなんだこりゃ。おい、お前ら大丈夫か。エレン、これは自分でも分かってないっていうのがね。分からん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺には。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりなんかしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うな。アルミンがもし俺が脅威じゃないってことを主張して駐屯兵団を説得できると言うなら、俺はお前を信じて。ここのね、レンが信じるシーンすげえいいよな。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの。お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが。いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら
俺もミカサも巨人に食われてた。本当だな、そこで死んでた可能性あるもん。まあまあそこでまあエレンが巨人化になるんだけど。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。だから訓練中に傷ついて巨人化するっていう可能性もあったと思うけどな。やべ、もう死ぬマジでっつって傷ついた状態で巨人化してみたいな。思い込んでただけだ。自分は無力で走ってまといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ。彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。みんな剣で戦おうとしてるやん。これ銃とかじゃなかったっけ。エレン、ミカサ、まだ信じてる。かっこいい。私は通り人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術価値を解きます。予算か。うわあ、来た、危ない。図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令、まあ、来るの遅いぞハゲ。お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。はい、来いハゲ、飛んで来いや、俺みたいに。戻ろうぜ、次の作戦に備えねえと。そうか、次マルコが死ぬんか、奪還作戦中に。よーしよし、まあ大体これで1時間ぐらいなんで、今回はここまでにしたいかなと思います。お前誰だっけ。ダズか。お前どうの、なんだよお前。あ、余ったらな、クソが。死んどけ。もうこいつも死ぬんだっけ。覚えてないけど。バイバイ、さよなら。